どうも、つぶつぶ屋です。今回はつぶつぶ多肉を生産されている素敵な生産者さんをご紹介したいと思います。多肉植物がブームになり、そしてそれが広がってずいぶん長い間続いて、やや文化となり始めて、徐々にその輪は広がっておりますが、そんな中エケベリアの交配はどんどん進んでいったのですが、つぶつぶ交配でいうとゆっくりじわじわと進んでいる、そんな感じだったのですが、実は全国各地につぶつぶ交配をずいぶん昔からしっかりとされている方たちがいらっしゃいます。まあ、個人の方をはじめ販売されている方いろいろです。時々にはなりますが、そういった方紹介していきたいと思います。今回はインスタグラムなどではもう有名になっているので、ご存知の方もいらっしゃると思います。琴の葉さん、ご紹介します。動画の最後にネット販売のお知らせもありますので、よかったらご覧ください。それではまずは琴の葉さんを紹介する前に、つぶつぶ多肉たちの名前や交配種について簡単ではありますが説明させていただきたいと思います。つぶつぶ屋で生まれた交配種につぶつぶ交配、名前がついていると思います。まあ、名前というかあだ名と呼ばせていただいているんですが、多肉植物をはじめ植物の名前には学名だったり和名だったり流通名、商品名といったいろいろな名前、さまざまな名前がついています。なので皆さんちょっと混乱するかもしれません。特に交配種に関して言うと、さまざまな方が同じ交配をされています。なのでどこどこで生まれた何かけ何は何々みたいな名前でついている場合が多いです。だるま姫修霊×スプリングワンダー、つぶつぶ屋で生まれたものは小梅と呼ばせていただいております。ですがだるま姫修霊×スプリングワンダーそのままで売っている方もいれば、だるま姫修霊×スプリングワンダーに別のあだ名をつけている方もいらっしゃいます。さらにもしくはなんですが、その生まれてきた多肉植物自身に名前をつけて交配式は伏せている、なのであれひょっとしたらだるま姫修霊×スプリングワンダーかなといった感じのものもございます。こちらはどちらがいい悪いという話ではなく、おのおのの考え方なのでそんな感じです。ちょっと曖昧になりますがそんな感じです。こう聞くと多肉植物の名前って難しいね、そっくりな多肉を見かけて名前が違っても同じかもしれないねと思われた方、はい、その通りです。そういう場合もあります。ですがものすごく似ているけど違うというものもあるので、交配式が分かればその交配式を覗いてみる、そしてもしも交配式が同じでも、A×B という交配式が同じでも、親になった多肉植物の顔が違う場合があります。すごく普及している一般的な多肉植物であれば A×B の場合親の顔ほとんど一緒かもしれませんが、そんな中でも例えばだるま姫修霊×スプリングワンダーをしてだるま姫修霊の親の顔がやや違うと生まれてくる子も違います。なのでどこどこの生産者さんのだるま姫修霊×スプリングワンダーってあんな感じよね、どこどこの生産者さんのだるま姫修霊×スプリングワンダーってちょっとあんな感じよねみたいな感じで捉えていただけると嬉しいです。さらにだるま姫修霊×スプリングワンダーをして子梅がたくさん生まれてきても、その顔違いも様々で、もう今回の子梅なんかちっちゃくて赤いねとか、今回の子梅ちょっと大ぶりで迫力満点ねみたいなこともあります。生産者さんによっては一つだけ選抜してそれを増やして全部一種類に整えるという大変な作業をされている方もいらっしゃいます。実はつぶつぶ屋でもそういった品種もございます。もももやお姫、後々出てくるいくつかは一つの株から増えたもの、まあ一つしか発芽しなかったというのもあるんですが選んだものもございます。じゃあなんで子梅は選ばなかったのというと、いろんな顔が一ポットに入っていて、子梅だけでもバラエティー豊かでめちゃくちゃ可愛かったんで選べなかったという感じですね。前置きめちゃくちゃ長くなりましたが、琴の葉さんの紹介をしていきたいと思います。今回はなんと琴の葉さんからプレゼントをいただきました。そしてそのプレゼント早速開けていきたいと思います。こちらは先ほどからお伝えしているだるま姫修霊×スプリングワンダーの逆交配、
スプリングワンダー×だるま姫修例。さっきの説明がなかなか上手にお伝えできていないので、ますます混乱された方もいらっしゃるかもしれませんが、後輩種、後輩親を逆にすると遺伝の強さもひっくり返るので顔が変わることがあります。もちろんあまり顔が変わらないこともあるのですが、今回はどうでしょう。ちなみにこちらがだるま姫修例とスプリングワンダー。小梅はだるま姫修例が母親で、スプリングワンダーが花粉親。そしてこちらの今回お届けしていただいた琴ノ葉さんの後輩は、スプリングワンダーが母親で、だるま姫修例が花粉親。ちなみに小梅はこんな感じ、めちゃくちゃ可愛い。こんな感じも。それではいよいよオープンしていきましょう。自分ちょっと見えてるんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。いきます、ちょっとですね、初めてのご対面になるのでどうしましょうね。小梅をここに置いて、ちょっと他のは置いといて、まあ、顔違いなのであれなんですが、いきます。はい、いいですか。小梅、心の準備はいいですかね。こちらもオープンします。いきます。こんにちは、どうでしょう、ご対面です。はるばる遠くからやってきたこのスプリングワンダー×だるま姫修例が、今だるま姫修例×スプリングワンダーの小梅とご対面です。皆さん聞こえますか。ちょっと緊張で2人とも青くなってますね。なってないか。なってないですね。頬をあからめているようにお互いが染まっています。めちゃくちゃちっちゃくて可愛らしいピンク色。そしてこちらがだるま姫修例の遺伝がちょっと強く出ているため大ぶり。どうでしょう。どんどんご対面を楽しんでもらいましょう。いきますよ。はい、次のスプリングワンダー×だるま姫修例をオープンします。あ、もうちょっと慣れてきてますね。はい、オープン。皆様聞こえますか。つぶつぶとご挨拶しておりますね。どうしよう、落ちが見つかる。このようにそっくりでありながら微妙に違うという可愛らしいのが後輩種。そしてもちろんこちらのスプリングワンダー×だるま姫修例にも、ちょっと大ぶりな小梅のような個体も生まれていると思います。こちらのだるま姫修例×スプリングワンダーにも、こちらのスプリングワンダー×だるま姫修例のような個体も生まれています。そういったところも後輩種の楽しみ。そしてなんとこの度ですね、こちら素敵な素敵な名前をいただいたようです。想像してみましょう。どうぞ。梅子。あ、梅子、梅、梅、小梅、梅子。違います。はい、いきます。正解はほっこもも。めちゃくちゃ可愛いですね。桃色に染まるちっちゃなちっちゃなつぶつぶ多肉。ということで今回は素敵な多肉植物の生産者琴ノ葉さんのご紹介お届けしました。あと交配種についてや名前についてもちょっと説明させていただきましょう。どん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 可愛い交配種が皆さんの手によって増えていって、その輪が広がると素敵です。なので交配を覚えた方、つぶつぶ屋さんと同じ交配して迷惑かからないかなとか思う必要全くなくて、あの交配種めちゃくちゃ可愛いって思ったら、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは続いて通販のお知らせ。今回もベースのネットショップクワトロにて抽選販売とさせていただきます。本日1月21日20時より、明日1月22日20時まで24時間のみの抽選販売。ちょっとお時間短いですが、ご了承いただけると嬉しいです。今回は普及種のさらにちょっとだけ幼い株メインにはなりますが、お持ちでない方やちょっと余分にあってもいいかなと思う方、よろしくお願いします。ちょっと前にお届けしたヤフーオークションでのチャリティー販売、あちらにたくさんのコメントをいただいて、
私たちも多肉植物で何かお力になれればなということで、今回の売り上げのごくごく一部、1割だけにはなるんですけど、そちらも寄付金または義援金とさせていただきます。100セットぐらいのちょっと少なめのセットにはなりますが、ご協力ご支援いただけると嬉しいです。寄付または義援金の証明については、先日のヤフーオークションの代金と一緒に通販が終わった後にしっかりと振り込んで、その明細をどこかの動画の最後にはなると思いますが、しっかりとお見せしますのでよろしくお願いします。それでは品種紹介いってみます。まずはこちら、ピンクベリー、葉差しで増やしたもりもり大きなピンクベリー。こちら 2.5 寸なのでかなりボリュームがあります。こういった感じや、こういった感じのいずれか一ポット。続いて乙女心、紅葉がポチッとちょっと染まった乙女心、頭が2つ以上のものが届きます。こんな感じ、時々葉差しのようなちょっとちっちゃなおまけが入っていることもあります。さらにこちら、こちらも葉差しで増やした紅しご、まだまだもりもりというわけにはいきませんが、結構芽が出てしっかりと紅葉が始まっております。こちらの幼い株ですが、元気に育つことは間違いないので、こちらもお入れします。さらにこちら、赤く染まるつぶつぶ多肉の代名詞的なレッドベリー、こちらも葉差しでもりもり増殖したものです。しっかりともりもりつぶつぶが育ち中、春になる頃には二回りぐらいもりもり大きな見事なレッドベリーに育ってくれます。そしてこちら、姫秋麗、こちらはピンク色に染まるタイプの姫秋麗。姫秋麗を購入してなかなかピンクに染まらないという方もいらっしゃいますが、こちらかなり綺麗なピンクに染まるものをしっかりと増やしましたので、染まること間違いなし。届くまでに葉がちょっとポロ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 落ちることもあります。姫秋麗の特徴ですね。なので若干届いた時に葉っぱが落ちているかもしれませんが、そちらの葉っぱも葉差しでいきますので、増やして楽しんでみてください。お餅、今回は整った苗というよりもたくさん頭がついている少しお得な先輩株になります。若々しい苗というわけではないのですが、増やすようにもり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 させ中のものですね。そちらをもう大胆にお届けします。なので株がめちゃくちゃ整っているというよりは、いつもは3個頭ぐらいのものがたくさんついているものが多いです。大きな頭が3つついているとか、いろいろあります。いろいろあるのですが、何が来るかお楽しみに。そしてこちら、先ほどご紹介しただるま姫秋麗×スプリングワンダー小梅です。さまざまな葉っぱの葉差しが一ポットに入っているので顔違いもいろいろ。まだまだ小さな苗にはなりますが、それでももうしっかり根付いているので生育に心配はありません。以上の7種で2500円となります。税別。詳しい育て方などは過去の動画ナンバーを同封いたしますので、そちらをご覧ください。全部動画にありますのでご安心を。はいはい、どうぞ。応援したいです。はい、応援できる方、多肉植物を買って応援できる方は100名ちょっとになると思います。ギリギリまで数を増やそうと思っているので、ちょっとですね、正式な数字は今わからないんですけど、100セット以上はご用意できております。ですが抽選販売ということで、ご多分に漏れず、当選しない方がいらっしゃると思います。ですが購入しようと思った時にもう応援になっていると思います。はい、どうでしょう。ありがとうございます。それでは皆さん、よろしくお願いします。